ライ麦や大麦などを焙煎し粉末化したポーランドのカワズボソは水に溶かしたカワズボソは焙煎穀物飲料または穀物コーヒーは1種類または複数の焙煎した穀物に量産用の化合物や粉末を加味したものを熱湯で戻して飲む飲料カフェインレスのコーヒーや茶の代替品として知られており希少で高価なものもある有名な焙煎穀物飲料にわかる ポツタム、インカがある。その他にも健康食料品店やスーパーマーケットで販売されているものがある。大麦、大麦バクが、ライ麦などが知られている。ポーランドや東アジアの日本、中華人民共和国、大韓民国では一種類、または複数の穀物コーヒーが存在する。通常、焙煎コーヒーは単純に熱湯をかけたものである。かつて、 ソビート連邦や東欧は工場的に食料を不足に見舞われており、これらコーヒーの代替飲料が飲まれていた。コーヒーを飲む習慣がある文化圏でもカフェドルゾのようなコーヒー風の飲料が存在するものの、代替ではなく別種の飲料として認識されている。アクリルアミドはコーヒーやバーベキューの肉と同様、焦げたパンや炭水化物を多く含む食品を加熱したものに多く含まれている。 焦がした穀物は穀物コーヒーにも使われているため、アクリルアミドを多く含有していると考えられている。アクリルアミドは発言性を高めるとも指摘されているが、2013年、現在はっきりしたことはわかっていない。ありがとうございます。